なぜ裏浜の方を進めてないかと、何らかの形と思います。弱い膜で蓋をしたところで意味はないと思います。今回は当院のクマ治療では基本的に脱手術をお勧めしているのですが、なぜ裏ハムラ法をお勧めでないかと質問されることが多いので、今回お答えしていこうと思います。今回少し難しい話をするので、一旦目の下の構造を整理しておきます。4つ登場人物が出てきます。1、涙袋、これ筋肉の盛り上がりです。2、眼下脂肪、これは目の周りに存在する脂肪です。皮下脂肪とは異なる脂肪になります。3、靭帯、これは皮膚と骨がつながっていて、皮膚が落っこっていかないように支えている構造になってます。4、骨、これは生まれつきだったり老化によって中顔面のくぼみが目立つ人がいます。そういった方はゴルゴ線が目立っています。クマが目立つ人はどういう状態になっているかと言いますと、頬の脂肪っていうのはね、もともとは本当は平らにこうやってなってるんですけども、老化とかによってですね、眼下脂肪が前に飛び出してきてしまっていて、さらにですね、こういった骨とかがくぼんだりしてしまっている人っていうのは甲羅がくぼんでいて、ここは膨らんで、ここはへこんでいるので、ここが影になって見えると、そういう状態なんですよね。それによってですね、涙袋よりもここの脂肪の方が前に飛び出してきてしまっているので、涙袋が目立たない顔になってしまいます。涙袋と脂肪がくっついてしまって目袋という状態、元安倍総理とかもそういう風にね、目の下膨らんでしまっていたんですけども、そういう風なお顔にだんだんとなってしまいます。それでここの脂肪をね、単純に取ってあげるっていうのは脱脂するっていう治療なんですけども、当院の切らない目の下のたるみ取りっていうのは、皮膚を切らずにここの脂肪を取ってくるっていう治療になります。裏ハムラ法とはどういう治療かと言いますと、ここの膨らんでる原因となっている眼下脂肪をここのへこんでいるところにですね、移動させてきて、ここの膨らみっていうのを引き伸ばすっていう治療になりますね。2つポイントがありまして、1つは膨らんでいるものを移動させるだけになりますので、膨らんでいる状態は残ったままということになります。2つ目のポイントは、移動させるためにここにある顔を支えている靭帯を切ってしまうということです。YBC ではダウンタイムの少ないバレにくい治療にこだわって日々診療しています。綺麗になりたいけれどもどうしたらいいかわからない方、ぜひ当院の無料カウンセリングにお越しください。おすすめしない理由1、膨らみとへこみの大きさが同じとは限らない。先ほどお伝えしたように、裏ハムラ法っていうのはこの膨らみをね、このへこんでいるところに移動させて引き伸ばすっていう治療なんですけども、膨らみの大きさとへこみの大きさっていうのは同じとは限らないので、移動させた結果膨らみの改善がいまいちだったり、逆にへこみが大きければへこみの改善がいまいちになりやすいです。特に脂肪はいくらでも下に移動できるわけではないので、中顔面がくぼんでしまっている人はくぼみの治療が不十分で綺麗になりにくいです。脱脂の場合ですと、膨らみは脱脂、くぼみは注入、それぞれで適切な量に調整して治療することができます。ですので裏ハムラ法で綺麗になる人ももちろんいると思いますが、かなり限られた人になってしまう一方で、脱脂の方が幅広い人に安定した結果を出せると思います。に、元々の正しい解剖とは異なる状態になってしまう。裏ハムラ法を考えている人の多くは、何かを入れなくて元々あるものを移動させているだけだから安心と考えて治療を選択しようと思っていると思います。いわゆる自然派みたいな発想だと思います。でもこれはちょっと待ってほしいです。ハムラ法は本来眼下脂肪がない場所に無理やりですね、ここの脂肪をくぼみをね、良くするために移動させてくる手術になりますので、本当に正しい解剖とは違う状態になってしまいます。10年前の状態に近づけたくて手術をするにもかかわらず、10年前とは全く違う顔の状態になってしまうのです。このことは眼下脂肪というのが見えないものなので、移動させるということがイメージがつきにくいかもしれませんが、例えば乳がん術後で背中の筋肉や皮膚を使って胸を作る手術がありますが、それは自分の組織を移動させる
動するだけだから自然で安心と思えるかというと、多くの人ではそうではないと思います。もちろんその手術は乳がんで亡くなってしまった胸を再建できて多くの患者様を救っている素晴らしい手術だと思いますが、果たして健康な人があえて美容のために正しい解剖学的構造を捨ててまでグラハムラムをするべきなのかというと疑問があります。正しい状態ではないわけですから、確かに正面から写真を撮った時に綺麗に見えたとしても、触ったりした時や目を動かした時などで何らかの形で不自然さを感じる原因になると思います。また顔を支えている靭帯を切っているので、それが原因で今後老化が加速する可能性もあると思います。ですので、少なくとも二重埋没法のように美容整形の入門編のような形で多くの人が受ける手術ではないと思います。3. 仕上がりがのっぴりしやすい。先ほどお話したようにグラハムラ王は膨らみを引き伸ばす治療なので、のっぴりとした印象の顔になりやすいです。本来の美しい下まぶたは涙袋の筋肉の盛り上がりがあり、その下は平らになっているため、コントラストのはっきりとした美しいくびれがあります。一方でグラハムラ王ですと、ここにあった膨らみを引き伸ばす治療になりますので、膨らみは残ったままなので涙袋とのコントラストがつきにくく、のっぺりとした印象になってしまいます。4. 段階がリスクが大きい。靭帯を切ったりする手術ですから、体の負担も大きく、ダウンタイムが大きくなってしまいます。また目を動かす筋肉の近くを操作するため、目の動きが悪くなってしまったりします。移動させるというと全て定着するように感じるかもしれませんが、実際にはそうではなく、移動させた脂肪が反根として硬く触れるようになってしまい、執刀医に相談するも解決できず、当院に修正しに来られる方も実際いらっしゃいます。 5. 再発しやすい。元々あった膨らみを取るのではなくて引き伸ばしただけなので、加齢で脂肪が落ちてきて少しでも膨らんでしまうとすぐに再発してしまいます。ここの眼下角膜という膜でね、蓋をするから再発することは大丈夫と言われることもあるみたいなんですけども、そもそもここの膜が弱いからこうやってね、どん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 膨らんできてしまってるっていうのがありますので、弱い膜で蓋をしたところで意味はないと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今後も美容の発信していきますので、この動画がいいなと思った方はいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。